FX です。本日は FX の自動売買についてご説明をいたします。FX の自動売買とは、人間に代わって自動売買システムが FX の取引をすることです。つまり、人間はプログラムを選ぶだけで、あとは自動売買システムが自動で FX をしてくれます。簡単に言ってしまうとですね、まあ、無料で簡単、そして儲けやすいと言われているのが FX の自動売買です。すでにですね、FX の取引経験者のうち 44% がシステムトレード、自動売買ことですね、を始めていると言われています。そんな自動売買なので、日本経済新聞にも取り上げられたり、ビジネス番組で有名なワールドビジネスサテライトですね、これは特集がインマスト証券という有名なシステムトレードの会社さんなんですが、そこでそれを使って稼がれている一般の主婦が、1年間で50万円を120万円にしましたよという記事ですね。で、これもワールドビジネスサテライトの番組の記事なんですが、なぜ自動売買が流行るかというと、自分で取引するとですね、損をする方が多いんですね。もちろん儲ける金額も大きいんですが、どうしても損切りをしたくないということで、損失の額は大きくなりがちです。ただ、自動売買の場合はですね、プログラムで損切りラインが決まってますので、損失をできる限り抑えるように動きます。その代わり、利益はできる限り伸ばすように動くので、トータルで言うと、自動売買システムの方が、損をしにくく、儲けが出しやすいという形になります。実際にそんな自動売買ですので、儲けた方がですね、いっぱいいます。3億6800万円。すごい額ですね。これを儲けた方が、なんと2013年3月に脱税で捕まってしまいました。申告し忘れちゃったんですね。FX でバレないと思ったんでしょうが、証券会社から情報言ってしまいますので、しっかり申告はしましょう。また主婦が4億円脱税しましたよとか、いろいろと儲かってしまう上に、どうしてもそういうことが起こってしまうようなんですね。こういうふうに、これインバスト証券の記事なんですが、実際にですね、ホームページに行くと、ストラテジーランキング、プログラムのランキングですね。成績良かったランキングが出ます。これで言うと1位のやつは、12ヶ月で収益率 266%。すごいですね。で、損益は295,470円。それに必要だった証拠金が111,000円と、1年間で2倍以上になっていると優秀なプログラムですね。逆に3位のやつで言うと、53万円かかってしまいますが、947,639円も儲かっている。僕でしたらこれ選んでしまうかもしれないですね。こういうようにですね、成績のいいプログラムを選ぶことによって、利益の最大化を図れると言われています。逆に儲からないプログラムもいっぱいありますので、比較検討をして、相場に合ったものに入れ替える。それが、自動売買でいうところの皆さんのお仕事、投資方法っていう形になりますね。始めるのは簡単でですね、そういうプログラムを選んでいただいて、いくら、ロット数で決まるんですが、1ロットか10ロット、100ロットでもいいんですけど、ロット数を決めていただいて、スタート押せば簡単に始めることができます。本当に最短で言うともう3分とか1分とか、そんな感じでできてしまうので、簡単にできるのも魅力ですね。あともう、やっぱりもう自動売買システムがすごい発達してますので、あと人工知能を使った自動売買の中にあるんですね。そういうのに比べてしまうとどうしても人間の体力と知力の限界があるので、自動売買にシステムトレードでも人間は勝てないと言われています。昔から FX の世界は自動売買が盛んで、機関投資家がよく使ってたんですね。ただ、プログラムも高いですし、そのシステム量自体がものすごい高かったんですね。ですが、コンピュータ発達とともに、そういう
料金がかからなくなってきまして、FX 会社が無料で高度な FX の取引システム、自動売買を提供してくれるようになりました。これによってですね、先ほどの脱税してしまった方みたいな方々が使ってたようなシステムが、無料で使えるようになったんですね。だから、44% の方が自動売買を始めてるっていうことですね。まあ、簡単に見える自動売買なんですけど、それなりに、まあ、手数料はちょっと、まあ、スプレッドが広かったりとかですね、デメリットもありますので、いろんな会社を比較検討して使ってみてください。まあ、ここで言うおすすめの会社さんはですね、FX プライムさんとセントラル端子 FX。ほんと選ぶだけで簡単にスタートができますし、有名な会社のシステムトレードを使ってますので、安心して取引できると思います。本日はこれで終わります。またよろしくお願いします。